テントウムシは飛び立つとき、畳まれていた羽を勢いよく展開させます。飛行ができるほどの強度を持った羽を器用に折りたたむことができます。2017年に収納の仕方が解明されました。折り目をつけて、鞘羽の内側をうまく使って羽を折りたたみます。折りたたまれた羽は次にテントウムシが飛ぶときに羽のように働き、一気に展開します。飛行できる強度と折りたためる柔軟性を兼ね揃えた羽は工学にも応用できるため注目されました。すごいね。テントウムシはアブラムシを食べる益虫ということがよく知られてます。ただ、種類によってはアブラムシを食べない種もいます。肉食のテントウムシの他にも、葉っぱを食べるテントウムシ、菌を食べるテントウムシがいるみたいです。二重や星テントウはナスの葉っぱを食べる害虫として知られています。手に乗せると指をしきりに舐めてきます。汗を舐めてる？ミネラル不足でしょうか。そういえばミツバチも指に乗せると同じような行動をします。この七星テントウはとても目立つ色をしています。これは実は警戒色です。しっかり毒を持っています。アルカノイドっていう毒らしいです。食べないでください。テントウムシを捕まえた時出てくる黄色い液、あれが毒液です。毒があるため鳥は天敵ではないようです。寄生バエやカマキリ、あと菌類が彼らにとっては天敵らしいです。アブラムシがいるところにテントウムシを置いたらすぐに食べ始めました。アリがすぐに駆けつけてきました。アリはアブラムシを積極的に守ります。テントウムシは耐えながらアブラムシを食べ続けます。アリは仲間を増やして攻撃し続けます。アリの攻撃にたまらずテントウムシはダッシュで逃げました。アリは強い。テントウムシ頑張れ。